お疲れ様です。ラットです。今日はですね、こちらのウォールブレイカーチャレンジっていうんですかね。まあ今新カードのね、このウォールブレイカーをまあゲットできるチャレンジが来てるんですけど、まあそれをやっていこうと思いますね。で、これがドラフトバトルなんで、まあドラフトバトルがまあ苦手な人もやっぱいると思うんですよね。はい、なんで、まあその辺、もうちょいとね、久しぶりに、てか、こういうチャレンジ系は初めてですね。多分。初めてじゃないか。まあはい、軽く説明しながらやっていこうと思います。で、これはもう圧倒的ハンター、僕が選ぶ基準としてはこの2枚が出た時にどっちが強いのかっていうのとっていうのを結構メインに選ぶんですけど、あとは単体でどっちが活躍するかですね。なんだろう、本当に単体で強いやつを取っとけば普通に強いと思うんですよ。なんだろう、もう例えばですけど、本当にプリンス、アウトロープリンス、あとはベビドラとかマスケとかですかね、今だったら。もうその辺の、まあその単体で強いっていうんですかね、なんだろう。っていうのを結構取っておくと、僕はもう勝ちだと思ってますね。勝ち。もう単体で強いの。で、もうこれとかもただのカウンターゲーですし、一個やばくないかいって。これで終わりですよ。これだってもう端前でこうメガナイト出しとけば、だってハンター、ファルチ、メガナイトとか、もうこの、子が強いやつらの集まりですからね。で、しかも、ユーノとかもいいですね。ユーノとかもいい。なんで、まあ、僕が思うにですけど、まあ、なんだろうな、まあ、単体で強い。説明がむずいですけどね。なんか本当に、この1体だけのカードパワーがあるやつですね。まあ、簡単に言うと。なんで、正直、このウォールブレイカーズなんだ。まあ、2体いるからか。ウォールブレイカーズは、まあ、僕が今回チャレンジやってて、いらないですね。いらない。一戦終わるの早っ。やばいですね。まあそんな感じですね。で、まああとは、まあ 2枚目、3枚目、4枚目とかになると、まああとは1枚目何を選んだかによってとか、まあその辺はすぐ変わってきますね。はい。ということで、次。この宝箱も美味しいですね。で、これも、まあ単体で強いのがまあバルキリーなんで、ここの2枚でかん、まあ合わせたらですけど。僕はバルキリーですね。まあ、いろんなやり方があると思うんですけど、で、ここはホバリングですね。はい。まあ、結構、好みがあると思うんですけど、で、ここも、そう、ロイジャイもし、単体で強いんですけど、正直、なんて言うんだろうな、この、ロイジャイって守れないじゃないですか。なんで、こういうロイジャイとかを取ってしまった時に、相手からゴレと、なんかとか、受け、取っちゃうと困っちゃうんですよね。なんで、なんだろうな、正直、こういう、まあ、守れるカードを取っておいた方がいいですね。そう、バレルとかこう、もらえちゃうんで、結局ね。結局、バレルとかで、相手から届くやつで、攻撃することは可能なんで、まあ、基本的に、守れるカードかな的なのを、僕は取っておいた方がいいと思ってますね。で、これはまあ、ポイズンでいいや。はい。で、ポイズン、美味しい。で、スペルは、まあ、本当に好み。ファイボットポイズンだった時とかは、正直、マジで好みだと思いますね。まあ、本当に、本当に好み。これちょっと、ちょっとだるいですけど、まあ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 。吹き矢が優秀ですね。はい。そう、ポイズンとファイボとかだったら、正直、本当にどっちでもいい。僕だったら、ポイズン派かな。だけど、ポイズンとライトニングとか、ファイボとライトニングとか、ポイズンライトニング、ファイボライトニングロケットみたいな戦略があると思うんですけど、まあそういうのだと、僕はあれですね、圧倒的に4コスを選びますね。気持ちやっぱ回転が早いのと、やっぱライトニングとかロケットって腐る時があるんでね、ファイボとかポイズンだといつでもなんか使えるイメージがあります。なんで、まあ、そういう呪文が来たらさすがにファイボポイズンとか、取りますね。さすがに。さすがにですね。よいしょ。これもなんかもう余裕で勝てそうですね。なんだろう。なんもしてないですけどね。このチャレンジは正直、運だと思います。運。なんか、運というか、あとはもう、このバトルで戦うというよりは、もうカードを選ぶところがバトルで、そこのバトルに勝てば、もう勝てると僕は思ってますね。本当にカード選びすごい大事ですね。OK。いい、マジアチャ。いや、これ延命できないかな。さすがに無理か。まあ。OK。あー、そのウィザードはちょっと、エッチーっすね。
オッケー、でもこれバレる、あー攻めたかったけどこれ落とすのはもったいないんで守りますって思ったらこのホバルがちょっとやっちゃいましたね。まあいいや。でここ吹き矢延命したかったんだけど全然違った、相手と僕の考えてることが違いすぎた。まあさすがにこれは多分負けないでしょ、さすがにね、さすがに、まあ、バルキリーで受ける。だってもう最悪あれですからね。だってこれなんだろう、でこのデッキ自体攻めるのが正直ないんですけど、まあ、なくてもねそのホバリングとか吹き矢とか、まあ、プリンスとかもあれば逆にねもうその辺で攻めれちゃうんで変にメインは取らない方がいいですね。まあ5レイとかラバー5レイぐらいなら僕はいいと思うんですけど、正直他のメイン系はいらないですね。邪魔になるだけだと思ってるんで、てかこのポイズンで終わりですね。で僕はオシャレに決めていきたいので、まあ、じゃあちょっとね失敗、まあいいやって感じですかね。まあまあまあユニットのご利用しをただただしていく感じかなと思います。ドラフトむずいなマジで。はい、ラスティング、いやー良いですね。でこれもファレチ圧倒的、まあ4コース5コースあたりを取るのがいいと思います。でこれ際ですね、これマジで際なんだけど、いや本当に際、正直どっちもいいんだけどザップかな。別にガゴムレとか来てもあれだし、あーこれはこれ悩むんですけど、一応ウッド、これガゴムレが腐っちゃうんでローウォールブレイカーです。これちょっとなんか際ですね。なんかもしかしたらロケットを取っておかないと削れないっていうパターンもあるんですけど、まあ、ウッドザップ削りで僕は勝ちたいですね。はい、ということで初っ端からいきます。なるほど、まあこれファルチ合わせてここで逆サイ囲めとか来ちゃうとなかなかやばいんですけど、これ多分ねこの位置の巨助で左側に行く。 OKOKOK 全部ついた全部ついた、美味しい。いやーこれでもハードカウンターですね。これにウォールブレイカーつけちゃえば相手ガゴムレと矢の雨とかだからもう腐り果ててますね多分。でロケットが、あーロケットや、あー分かってた、ごめんなさい、これはまあ分かってたんですけど、まあ、しょうがないです。分かってても起こる事故ありますね。はい、というわけで、まあ、ここゴブリン、はい、いいゴブリンがいい、あーそんなだった、褒めようと思ったのにゴブリン。まあでもこれ正直余裕ですね。正直でガゴムレファルチで、あとコウモリザップでいいん でこれにファルチは下げたくないんで、まあ巨助受けからっすかね。まあどうせ巨助は親衛隊で通んないんでね。はいって言ってさっき通ったから、もしかしてあれあれ、まあいいや。はいはいはい、でじゃすることないっすね。でファルチでこのど真ん中に出すっていう、まあこういう細かいような技もすごい大事ですね。すごい大事ですね、本当に。まあこういう細かいことが大きく勝敗を分けてきますね。でもこれは、そっち行く？ちょっと待って、それは違う。これロケット弾相手当てれないから攻めます。多分当たんない。おお、当たったけど、全然なんかもう当たんないとか、当たんないっていう方にかけちゃってますからお前プロがそんなことにかけていいのかっていう話なんですけど、ちょっと良くないですねちょっと良くない、ちょっとどころじゃないよね。もうロケット外す読みみたいなことしてるからまあまあまあお許しください。さすがにもうさすがに負けないですね。ここはもうこれもエリーババ出して、もうだってもう適当ですからね、すでにこの時点で。OK。で、これ。これ左、行くか。このファルチ、地味に延命したいです。OK、残った。残ったけど、タワーにダメージ与えれるまでいかないですね。なるほど、美味しいっすね。ザップ、おい。おい、おい、おい、OK。いやー、ファルチ強いな。もう単体で強い。これ大事っすね。あ、これは、相手がこれ肋骨捨てたと思っていいっすね。今、ロックアドです、ロックアド。ロックアドを、しっかり回収します。やばい。
あー、なるほど。でもミニペッカがターゲット取られてないから勝った。オッケー、よいよ、楽勝ですね、マジで。カードレビーさえまあミスらなければ、でもどんだけなんかうまく立ち回っても結構やっぱ負けることあるんですね。これ相手が本当にたまになんかジャイとロイジェ2枚来るとかよくあるんですよ。え、なんでジャイとロイジェ来るのっていう、普通そこで選択するじゃないですか。けどまあそういうこともあるんで、そういうのに負けるのはすごいしょうがないと思いますね。けどまあ僕的にはまあなんだろう、今だとまあマスケ、あとはまあユーノとかギャングとかアウトロー、もう僕絶対取っておいた方がランキングがアウトローとフキアとかですかね。まあほぼあのマジでフキアは正直ウッドとかロリパボが来る可能性が少ない。でもう生きるからフキアはマジで取った方がいい。でアウトローもですね、フキアアウトローをなんだろう、まあ僕はムートが好きなんでムートを好きだ、ムートよりはまあプリンスとかのもうこの個で強いやつ、まあランバーとかもする。ランバーはだってこれでタワー折れちゃうんで、まあランバーとかを結構取っておけばすごいまあ勝率上がるんじゃないかと思います。はい、なんでも個体個で強いやつですね。個で強いやつをぜひぜひ、まあ、取るのおすすめしてますね。逆に絶対取らなくてもいいのはまあ選択肢にもよるんですけどね、正直。まあ、選択肢によりますね、それは。はい。正直ね。またファイスピとか結構有能っすね。普通に来たら、取っていいと思います。はい。まあ、そんな感じですかね。なんで、まあまあまあ、いろんなやり方があると思うんですけど、よければ。まあ、僕なりのやり方なんですけど、まあぜひね、はい、参考になればいいかなと思います。というわけでね、本日、ウォールブレイカーチャレンジでした。お疲れ様です。よければ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、バイバイ。